やばいやばいやばい、始まっちゃってる始まっちゃってる、おー間に合った、今日の動画始まるよ。野球大好き元高校球児ベイスターズファンのみっちゃんです。いつもありがとうございます。今日はジャジャ麺を紹介します。皆さん、ジャジャ麺知ってますか？ジャジャ麺は盛岡のご当地グルメで、うどんの上に肉味噌とキュウリなどの野菜が乗った料理なんですけど、お肉を使わずに作ったらとっても美味しくできたので、今日はレシピをシェアしたいと思います。ぜひ作ってみてください。それではプレイボール。
イティー。最後まで見てくれてありがとう。今日紹介したヴィーガン肉味噌はご飯や豆腐にかけても美味しいので作ってみてくださいね。それじゃあいくよ。じゃんけんぽい。ふふふふ。